お前の血を分けてくれないか。渚、いつもありがとな。お前がいてくれて本当に助かってる。うんうん、いいね、こういう小嬢くんも。あのな、なんか新鮮だよ、小嬢くんの声でお礼言われるって。よし、次は褒めてみて。はあ、まだやるのか。当たり前だよ、小嬢くんに褒めてもらう機会なんてそうないんだから。だから俺は小嬢じゃないだろう。声は小嬢くんだもん。声だけはこれ以上ないくらい小嬢くんだよ。どんな理屈だよ。普段どういう扱いされてるんだ。小嬢くん面倒くさがりだからね。ほら、釣った魚に餌はあげないっていうか。絶対に使い方間違えてると思うぞ、その言葉。まあどっちにしてもこれ以上は。あ、あの、私もそのたまには先輩の声で。お前もかよ。私はただ普段監視対象としての先輩に迷惑ばかりかけられているからというだけで、決して体があるわけじゃ。先輩が気が利かなくて粗雑で鈍感だから。あのな、そういうのは本人に頼んだ方がいいと思うぞ。ダメだよ、声も服装もそっくりそのままの、ほぼ小嬢くんが言うこと聞いてくれるなんて、ほんと貴重な体験なんだから。だからどういう理屈だよ。いいから、ユキナちゃんを褒めてあげて、ベルフ小嬢くん。その名前やめろ。褒められるとか、そんな大げさなものじゃなくても。いいからいいから、私に任せといて。ヒメラギ、いや、ユキナ、感謝がお前でよかった。頼りにしてるぞ。もう勝手にしてくれ。いい？さっきみたいな声真似二度としたら許さないわよ。私はただ奥手のさやかに弾みをつけてあげたいだけ。だからそれが余計なお世話って言ってるの。そもそもなんで私が暁古城のことなんか。さやか、愛してるぞ。場をわきまえず、さやかさんをたぶらかすなんて、先輩の変態。なぎさに言えって言われたから言っただけだろう。それに俺は古城じゃねえ。問答無用です。おいバカ、待て、お前ふざけろ。小嬢が愛して。もう使い物にならないかも。拳銃の偵察から戻ってみたら、何してるんだあいつら。知らん。